食べろ。はっ、父にばかり栄養がいくというのも才能だな。愛に関係ないわ。呪うぞアホ。こっちこそ女の過去を根掘り葉掘り、礼儀を知らんハレンチ小僧姿。まずこのハンカチを佐伯くんの足元に落とす。それに気づく佐伯くん。いいわ、私にはプラン B がある。あれおかしいな、ハンカチが。ここはもうあんたがいた世界じゃない。早く気がつかないと死ぬよ。はっ、私たちノーマは物扱いか。身の程をわきまえな、いた姫様。入れたいからさ。今日だってろくに話してないじゃん。それで話って何？わざわざでどうかと思ったけど、意外と温かいもんだね。未来の父さんもいつもそんなこと言って母さんに怒られてた。しかも私がここ逃げていくのがオチってどういうこと？工作の家はどこにあるの？もうない。どうして？だってミノポヨは知ってるんでしょ？私だけ知らないなんて。ひひー。やだよ、めんどくさいじゃん。あ、ケーキちょうだい。私ってば肉体も細胞単位でオーバースペックなんだよね。じいちゃんくらいなのさ、私に生身で挑めるな。でもいい男ってエッチに慣れてそうで、どこかのイケメンで経験のないチェリー君なんていないよ。最初の1回それさえ乗り越えられればいいんだよね。でも肝心の最初の相手は。ありがとうって。村には横領振って帰れなくなるかもよ。金入りは留守番。おとなしくキュウリのヘタでも落としてなさい。じゃあねなんかおかんがするわね。そうかくね、とてもプロフェッショナルな私たちと仕事できる雰囲気ないわ。顔立ちからしてお付き合いすることになりました。温かく見守ってくださいますようお願い申し上げます。それは明日のお楽しみです。自分で言うのもなんですが、私はモテます。お願いです、春崎さん。この私にあなたがモテまくるためのお手伝いをさせて。人の身で私にゲームを挑まれる、私に命を懸けよと申される以上、そちらは何をおかけになるので？異世界から生物を召喚するとなると、この世界につなぎ止めておくために膨大な力が必要。仮にオールドデウスの力をもってしても困難を極める。知識がここがこんな薄い板に。ナルトもヒナタも何を送れば喜ぶかな。やっぱり私らしいものがいいよ。相変わらず素敵ね。その冷たい目と冷たい肌がたまんない。この指先がうずきます。サトコのカボチャ嫌いには僕もかねがね心を痛めていたのです。 C の好意に甘えるといいのです。みぱー、サナコさんってすごく優しいです。こんな優しい人なのにお兄ちゃんと。ごめんね。私がここにいてあなたが隣にいる、それは確かな事実じゃない？私を見てリンネって言った。何をわけのわからんことを。そんなことより私は決めたぞ。お前こそ我が後継者にふさわしい。今ここに宣言。6年ぶりに帰ってきたんだよ。もっと嬉しそうな顔してよ。あ、そうだ、お兄ちゃん、お昼ご飯一緒に食べようね。き、あんたたち師匠の太鼓のこと何か知ってるんでしょ？私はイオ。さっきは巨頭流の神髄を手っ取り早く見せてもらおうと思ってな。しかし慣れぬことはせんものだ。私は気さくしであって、シエルの前では最後まで可愛い姿でいたかったな。女王の番犬の妻。実は写真も見たことなかったりして。だって他に頼れる人もいなかったんだもん。お母さんが死んでからどいてもらえるとありがたいっす。あ、兄さん、そっちの趣味の人っすか？なんなんすかね。